クリップクリップは、掴んで留め置くための器具。一定の状態で固定しておくことそのものを目的としているもののほか、ものに固定することを手段として、一定の目的を果たす役割を持つものもある。なお、クリップ扇風機のように、電気製品の本体と一体となっている場合もある。最も広く使われている、細長い長円形のクリップは、特許が取得されておらず、誰が、 発明者かはっきりしていないが、イギリスで1890年頃にゼムマニファクチャーリングカンパニーが発明したと思われている。1899年にコネチカット州ウォーターバリー出身のウィリアム・ミドルブルックがこの形のクリップを作る機械の特許を取得している。この形のものは現在でもゼムクリップと呼ばれており、スウェーデン語ではすべての文房具のクリップをゼムと呼んでいる。 東ローマ帝国では、真鍮製のクリップを使っていたため、この地の職人が発明した可能性が高い。しかし、一つずつ手作業で作られていたこともあり、あまりにも高価であったため、皇帝やわずかな貴族しか使用していなかった。ノルウェー人のヨハン・バーラーが、1899年と1901年に、若干構造を変えたクリップの特許を取得したが、ゼムクリップの方が、 機能性に優れていたため、広まらなかった。多くの本が誤って、バーラーを発明者としているが、これは間違いである。また、ノルウェー人が発明したわけでもない。しかし、バーラーが特許を取得するなど、ノルウェー人が関わっていたことが事実であるため、ゼムクリップは、第二次世界大戦中、ドイツの占領下にあったノルウェーで、抵抗運動のシンボルとして使われることとなった。 イギリスに亡命した、香港ーコン7世に対する中誠とノルウェーの団結を示すため、ノルウェー人は、ゼムクリップを服につけて密かに抵抗運動のシンボルとしていたのである。戦後、オスロの郊外に、バーラーの名誉を称えて、巨大なゼムクリップの彫刻が建立された。ゼムクリップ数枚の薄い紙を挟むために用いられる、針金などを曲げて作られたクリップ。プラスチック製のものもある。 ゼムピン。目玉クリップ大きさにもよるが、コピー用紙で、おおむね百、数百枚程度までの紙を束ねることができる。金属製でバネ仕掛けになっており、つまみの部分が中心に穴の開いた丸い形状をしている。ターンクリップつまみの部分を折り返すことによって、かさばらないようにすることが可能なクリップ。バインダークリップ、またはホールドバッククリップとも呼ばれる。1910年。 アメリカ合衆国のルイス・エドウィン・バルツレイによって発明された。テコの原理で開閉負荷を減らした製品もある。山型クリップつまみの部分が山型になった比較的大型のクリップ。バジ型クリップ連射式クリップ詳細はガチャックを参照溶線強クリップ付きの板。詳細は溶線強を参照ギャラリー編集電子回路において、 端子やリード線を挟むことによって電線を接続するための電子部品。ミノムシクリップ端子やリード線を挟んで接続するための本体にビニールなどの覆いを被せた形状のクリップ。外観がミノムシに似ていることからこの名がある。主に弱電に用いられる。ワニ口クリップ端子やリード線を挟んで接続するための本体が剥き出しになった形状のクリップ。外観が バニの口に似ていることから、この名がある。弱電用の小型のものから、ブースターケーブルの先端に用いる大型のものがある。IC テストクリップ電子基板上に実装された、ティップタイプの IC を両側から挟み、細く間隔が狭い IC のリードへ、オシロスコープなどの測定プローブを接続しやすくするための工具。J の字型に曲がった先端部分の内側に持つ接点を、多端に並ぶ。 金属製のピンに導いてある。ピンの先端は、釘の頭と同じくつばがついており、プローブが外れにくい工夫がされている。バッククロージャーギャラリー編集。ありがとうございます。